双子じゃないで。幻屋で。マムシングです。はい。今日の企画は、モテる人だけがしてることを紹介していきたいと思います。モテる人がやるさ、些細な行動でもさ、あ、これ好きやわって思うときさ、なんか多いやん、モテる人ってそういう瞬間が。だからそういうちょっとしたことから、なんかこれめっちゃ効果抜群やし、結構見てるっていうことも紹介していきたいな。でもやっぱモテる人ってな、一試合でやってること。思う。それを今から変えていって、最後に、その中で一番これが女子が好きになっちゃうよっていうのを紹介していこうかなと思います。空気感。何それ。これは、モテる人って、その場の空気の作り方がめっちゃ上手。ほうほう、どういうこと？なんか例えば、みんなでおるときは、なんかたわいもない友達って感じやのに、なんか二人になった瞬間、あっちのスイッチが入れ替わるっていうか、なんか一瞬にして、あれ、ここお互い好きみたいな、ロマンチックみたいな空気感出してこ、わかる？なんか、どういう場面？最近になった時とか、二人でデートしてる時とかが、なんかいつもと感じ違うな。みんなと会う時とは違う話題とか。そう、みんなと会う時とは違ったり、学校でおる時と違ったり、なんていう話題っていうよりは、接し方、でもマジマジ。いつもより女の子扱いっていうか、私女性として見られてるなって思うようなことをしてくる。え、なんかさ、うちが思うのはさ、学校では結構うるさいのに、二人で遊んだらしっかり、なんかデートっぽい感じ。そうそうそう。なんかうるさくはない。うん。リーファーストとかしだす。そう、ほんまにちゃんと女の子として扱ってくれる？そこのさ、オンオフってさ、結構激しいよ。激しい。兄やってるよ。ま、これは、なんか、あ、お兄ちゃんやなって思う瞬間が多いって思うね、うちは。ここまでしてくれるん？あー、なるほどな。だから言ったら、電車とかさ、ギリまで送ってくれる。自分の最寄り駅まで送ってくれるとかさ、そういうなんか、あ、お兄ちゃんですかっていうレベルまで、女子が言うさ、え、お兄ちゃんみたいっていうのは褒め言葉やな。褒め言葉やな。だから余計に好きってなるかも。やっぱお兄ちゃん系の人には、あ、モテんねやろうなっていうのは感じる。さつもめっちゃ。でもなんかさ、うちさ、疑問に思うのがさ、モテる人ってさ、そうやってギリギリまで送ってくれるやん。でもさ、逆にモテない人とか、あんまりさ、差し入れへん人もさ、駅まで送ってきたりするやん。極端な人がさ、うち的にさ、なんかギリギリまで送ってくれるイメージがあんねんよ。何が違うんやろって思う。え、でもモテる人って、察する能力めっちゃ高いなって思うけどな、こういう面で。なんか、今日は一人で帰りたい気分とかってあるやん、女の子って。そういうのを察するのうまい。でもその察する能力ってさ、どうやって身につけてんのやろうな。確かに。あ、でも、あれちゃう。でもさ、盛り上がってたら来てくれるってイメージあるかも。これマジでうち、共通で使っていることがある。これを言う、絶対モテる人。ダメなんていう。わかる？え、だから、なんか、ほんまお前いじってくるよな、みたいに言ったら、え、ダメなんみたいな。あー。とか、なんか、え、ダメみたいな。言ってくるから、え、ダメじゃないみたいな。何が、なんかそこのちょっと、なるな、なるな。お持ちでらっしゃるな。お持ちでらっしゃるな。そう、だから、ほんまに何々やな、みたいな。どっちかで言われたら、え、ダメなみたいな。聞いてきたら、はい、こいつモテるやつや。あー、でも、確かに。あかんのよりダメなんの方がなんかグッてくるな。わかります。ダメって言えへんもん。その後に。出しゃばらない。二人の時でもそうやし、大人数の時でも思うねんけど、会話してる時に、無理に入ってこない。あー、確かにそうか。なんやろ、うんって聞いといて、あ、みんなが話すことなくなったなとか、相手の女の子話すことなくなったなと思ったら自分の話してくれたりとか。あー、確かに。なんやろ、無理に自分からいっぱい喋ろうみたいな感じじゃない。だからこそ、落ち着いて見えて、お兄さんっぽく見えるってのもあるやろうし、全体的に、わー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 言ってくれる人、話してくれる人もめっちゃ話しやすいし、ムードメーカー的な存在で好きやけど、モテるってなると別な気がすんねんな。あー、確かに。人としてモテる。けど、こういう出しゃばらん人は、恋愛的にモテるってめっちゃ思う。自分のこと話さんよな。だから女子って正味さ、ほんまにガチ本命以外さ、興味ないやん、そんなに。だからなんか男子の話でさ、結構自慢話が多いなってイメージがあるんやな。だからなんか、できるだけ喋らん方がいいかもしれない。だから女子から聞かれたりしたら答えるぐらいで、その方が付き合うまではモテる気がする。モテるよな。当たり前。え、何それ。
まあこれは、今見てる男の子からしたら、女子の立場上すぎやろって思っちゃうことかもしれんねんけど、出る人って、例えば、重い荷物を男の子が持つとか、なんかエスカレーターでは女の子を先に行かせてあげるとか、そういう、言ったら女の子扱いとか、レディーファーストっていうのを、してやってるじゃなくて、当たり前やと思って行動してる。いうのがめっちゃ印象にあって、してやってるみたいな人ってわかるやん。感じるけど、スッてするからこそ、あ、これは当たり前って思ってんねんな、みたいな。男の子の中でもさ、その女子におごんのは当たり前やろっていう人もおれば、いやいや違うやろっていう人もおると思うんだけど、その当たり前やろ感はスマートに見える、とっても。確かにそれはそうかも。これがして普通って思ってる行動やからこそスマートに見えるから、なんかこうやって思える子は、思って接した方がプラスにはなるかも。うわー、わかるわ。なんかさ、女子的にはそれが当たり前じゃないやん。別に。男子も全員がそれをするわけじゃないから、別に当たり前じゃないけど、それをみんなにも知ってる。そう。なんかその紳士的な行動が、すげえって思う、うん。なんかこういう人と付き合ったらなんか、王子さんみたいと思う。でも、思ってなくても、当たり前感を出すことってさ、多分、練習したらできるからさ、してやってる感じじゃなくて、スッ、みたいな。別に何も言わずに、レディーファースト的なことをしたら、あ、当たり前と思って行動してんねやって女の子はなる。確かに。当たり前じゃないねんけどな。そうやね。その優しさっていうのはめっちゃ分かってんねんけど、してる感じが、そう、モテる人やなって感じはする。女子やからこそ惚れるポイント。あれ、なるほど。礼儀。あーシンプルにさ、多分女子が、他の人に礼儀正しいとかやったら、なんか多分男子は惚れへんねん、そこで。やけど、女子は、礼儀いいって思った瞬間に惚れる。だから、わかる。でもこれモテる人しかあんまりやってなくて、なんかちゃんと細かいとこまで見てるっていうのがポイントやな。気使えてるんよな。で、うちさ、一個惚れたのがあってさ、料理をするみたいな会があって、で、結構そこの班がなんか、美味しくなかったんやな。で、みんな結構残しとったんやな。ああ、なるほど。けど、その男の子だけ最後まで食べとって、で、なんか残していいねんで、みたいな話したら、いや、作ってくれたし、みたいに言って、はい、好きってそこで一番好きになったことあるから、なんかそういう礼儀とか、なんか物に対しての、大切にしてるみたいなものな。そういうのも好きです。なんかお腹いっぱいやのに、出されたものは食べるって言って食べる人とかも、めっちゃ些細なことやったら、家入るとき靴揃える人とかね。なんか、例えば座敷のとこ入るときに靴揃える人とか、なんかちょっとしたことって目に見えちゃう。わかる。なんか女子ってさ、親からも女の子なんやから、そういうことはちゃんとしときなさいってさっさ育てられてきたから、こそ自分がするやん、そういう靴揃えたりとか、例えば誰か、のお家行くときお菓子持って行ったりとか、なんかそういうことをしてるからこそ目に入んねような男子のそういう行動がしてるかしてないかが、してたらうわそういうのちゃんとしてるタイプかみたいな、ここで落ちるような女子は、なんかもうさいつもふざけててなんかアホしてんのにそういうとこだけちゃんとしてるんやって思ったらそこのギャップでもやられる。わかるわかるわかる。大人、はい、もうこれは、今まででできたこと全部に共通して言えることやし、ほんまに大人やねん、なんかわからないけどさ、モテる人って余裕がない？ある。なんか多分慣れてんねん、シンプルに。けど、大人やなって感じちゃう、その慣れてさに。自分らが、二十歳とか21とか、その代やからこそ大人って感じるとかじゃなくて、同い年の相手にも感じたりするから、別に年齢とかいう問題じゃないねん、これは。もう心の余裕やったり、行動、立ち振る舞い、全てにおいて大人っぽい。だから、まあ、これを外見的に見せようとしたら、大人っぽいコーデした方が余裕あるようには見えるよね。あ、確かにそうかも。外見だけでもまず入ってしてみるっていうのも一つの手かなとも思う。名前プラス褒め。もうこれめっちゃ思うねんけど、まずさ、モテる人ってめっちゃ褒めてくるやん。まあ可愛いもんな、みたいな軽く言ったり、なんかおしゃれやなとか、まず会った時に言ってきたり、特にモテる人は、はるかってほんま可愛いなとか、なんか、普通に可愛いって言うんじゃなくて、先に名前を言うから、うちだけ可愛いみたいな思っちゃう、軽く。そう、なんか、うちだけを可愛いと思ってるみたいな言い方するやん、軽く。いい気分やな、正直。わかる。なんか、良きやん。え、てか、なんかさ、会ったらさ、え、会いたかったみたいな軽く言うとこも。全然わからへん。全然わからへん。意味が全然わからへん。それ全然わかんない。意味が伝達してこない。会いたかったみたいな。もう嫌や、こっちだけが振り回されてるよな。でもそういうのが好きやねんな、女子って。で、今まで出た中で、一番これで好きになるっていうやつ。
え、多分これ一緒やろ。力で落ちるわ。一斉ので、ネギ、おわー。え、マジでこれは、モテる人だけがしてるかもしれん。してる。あの、ほんまに物への大切に扱うとか、うん、感謝の気持ちとか、そうそうそう、細かくできてる礼儀のこと。はい、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。